ショパンは1810年にワルシャワで生まれ、その後パリやロンドンで音楽活動を始めました。彼の音楽は、その独創的な技法、複雑すぎず、聴きやすいメロディー、そして偉大なピアニストであった彼自身の演奏によって、世界的な名声を得ました。彼が残した10の偉業は、彼の芸術的な才能を示す見事な例です。それらは、彼のピアノソナタやショパンワルツ、バラード、即興曲などです。これらの楽曲は、現代でも演奏され、愛され続けています。ショパンの音楽には、作曲家の個性と感性が反映されており、彼独自の創造性と才能によって生み出されました。彼の技巧と能力は、今日でもピアノ演奏の基準として認められています。彼の偉業は、その創造性と魂を反映し、彼の芸術的才能を称えるものです。